Mas esse livro é muito よし。二次方程式のまとめをします。まず。二次方程式覚えてますか？で、二次方程式の後、二次関数というところに入ります。学校の授業はですね。まず二次方程式の勉強をしましょう。ですね、塾的には一回まとめをしたんですよ。それで、小末問題のところをちょっと皆さんに説明するので、ノートにずっと取ってきてください。ですね。まず数学からいきますね。二次方程式のまとめ。あ、ちょっと何人かの人にはちょっと機会があったんですけど、学校の試験のちょっと結果をですね、ちょっと皆さんに、聞きたいと思うんですけど、国語まあまあできたかなーって人ですか？お、ですか。はいはいはい。はい、じゃあ、数学まあまあできたかなーって人。あ、少なく、急に減ったね。社会。ああ、社会一番厳しくないですか？国数社、理科。はいはいはい。英語。いない。あれだけ練習したのに、なんかこう手の上がり方が寂しいね。じゃあ最後に、前よりまあまあできたかなーって感じの人。あ、ここは上がるんだ。それは嬉しいです。それは素直に嬉しいです。ありがとうございます。はい。じゃあちょっと帰ってくるまでしばらく時間かかりますけどね、楽しみにしておきましょう。ですね。はい、まずこれからいきたいと思います。いいですね。x 以上イコール a のボタンですね。はい、しっかり書いていってください。書いてますか？大丈夫ですか？今日からは気持ちを切り替えてもらって、学校の内申書ね。学校の内申書の点数を上げるということでいきたいと思います。特に東はすごい内申書で大体決まるみたいなところもあるので、東希望の人は本当に上げてください。ですか。で、これ、ですね、例えば、答えはこうなるんですね。プラスマイナスがつきます。こういうふうに答えを作ればいいです。で、ルートが外れる場合と外れない場合があるんですよ。ちょっと代表的な問題を2つですね。二次方程式、つまり、x は何ですかっていうのは方程式なので、例えば何を2乗して4になりますか、何を2乗して5ですかっていう話なんですね。2乗する前は何ですかっていう話なんです。で、こいつってルートが外れるバージョンですから、ただなんかね、あれがあったよね。なんていうかな、ね。平方根か。平方根の時、プラスマイナス絶対忘れたらいかんよね。で、この平方根と同じで、答えはプラスマイナス2なんです。プラスマイナス2です。で、こっち側はプラスマイナスルート5になります。ですか。プラスマイナス2、プラスマイナスルート5です。わかりますね。これ本当はプラスマイナスルート4って言ったらなる。必ずプラスマイナスルートをつけたらいいんですけれど、ルートが外れるときは外しましょうねって話なんです。ですか？じゃあこの延長線上で教科書の最後の小末問題というのがありますので、ここを皆さんにちょっと取り込んでいきたいと思います。例えば、ですね、教科書の84ページ。
で、小末問題の1番の1ですね。いきますよ。5x2 乗が80。それと、この2台にチャレンジしてみてください。はい、どうぞ。間違えていいですからね。あのね、もうこれより簡単な問題って絶対ないって。二次方程式の超絶一番簡単な問題なんですか？これです。これ簡単なのないです。で、例えばこうなってて、5で割り切らんかったら相当やばいです。もうよほど受け身で勉強した人です。これから、習ってないからわかりませんってよく言いちゃってね。でもその人ってはっきり言わせたこと全然自立してないです。勉強に関して。人から何か言われんと絶対自分で理解できないっていう超非常に危ない状態。俺やったら5で割ると思うよ。ちゃんと。5で割った人。あれ、そう。いいじゃないですか。形が違うとか言いにしない人おるけんね。どんだけと思います。本当に。危ない。で、x ってプラスマイナス4です。できた人。なんすかね。そう。今手上がってない人、追いついてください。いいですか ?5 で割って、割ったらこれと同じ形になったでしょ？同じ形になるよね。大丈夫ですか？いいですか？いいですね。その、みんな手上がった人と一緒に受けるんですよ。上がってない人落ちますよ。脅しじゃないよ。客観的な話よ。できる人が通るのは当たり前のことですから。だけど、僕は個人的に手を挙げてもらうのは、その前に座ってる人はね、後ろ向かんと分からんけどさ、僕は誰が分かっちゃうか分かってないかを把握したいからね。で、後ろの人は、前の人がどんだけ手を挙げちゃうかを確認してほしいわけよ。で、どんくらい人ができよって、自分ができ、その人たちと比べてどうなのか、それを理解してください。はい、でこれは分数にすればいいよね。ですね。いいですか。割り切れだったらそこで終わる人いるんですけど、分数にしてください。で t はプラスマイナス4分の1です。できた人。うん、はいはい。こうなるとなんで人数がさっきの半分ぐらいに減るかっていうと、割り切れんとかね、分数に仕切らん人が結構いるわけ。分数になるとガクッと落ちるもんね、計算で。同じです。基本同じです。いいですか？ 4 分の1でいいですよって話です。大丈夫ですか？いいですか？はい、じゃあもうちょっといきますよ。じゃあ、ですね、あと2台ほど頭を使ってください。あと2台いきます。今、教科書84ページをやってるんで、どうせ学校でも習うと思います。3番。頑張ってね。あ、ごめんなさい。さあ、頑張れ。頑張れ。教科書の問題やきね。
教科書の問題焼き。自覚ノートを持ってきていいですよ、皆さん。行きます。9x2 乗が5ですね。まずマイナス5を移動しますよね。そしてここまで来てください。いいですか。方程式の基本は移行して割ることです。 x だけとか x2 乗だけにするんです。まず移行して符号を反対にしてプラスでして、そして9で割ります。ここまではスッと来てほしい。そしてとりあえずプラスマイナスルートをつけたらいいんです。この形ですね。でルートは分母と分子に分けていいわけよ。上と下に分けていったよね。ただルート9って3なんで、もうここだけはパッとすぐ反応してください。例えば16って4ですよとかね、いうことなんで、ね、でこれルート9分のルート5になりますから、形的にはここまで形を変えたが一番いいかなと思います。まあとりあえずまずここまで来た人どうぞ。プラスマイナスルート9分の5大丈夫。はいはいはい、いいです、いいです。あとはルートが外せたら外せばいいです。ルートは分母と分子2つに分けていいです。そしたらルート9というのが3になりますからね。これで大丈夫ですか。ですか。じゃあこっち行きますよ。ずっと複度のテストの勉強してましたから、最近習ってたところをねちょっと忘れかけてると思うので、今日はもう一回思い出してもらおうかなと思います。実はこれ置き換えで教えるバージョンです。大体置き換えます。こうやって、で2乗を消すとプラマイ2分の3になります。22が4、33が9ですから。なんですけど、うちの生徒はもう置き換えないにしましょう。なしかって言ったらですね、この程度やったら高校生って置き換えないんですよ。もうあと何ヶ月か経ったらどっかの高校に多分いると思います。それが第一志望か第二志望か分からんけど、どっかの高校にはどっかいますよ。です。今日が、9月でしょ。9、10、11、12、1、2、3、3で8ヶ月、7ヶ月か。もう7ヶ月しかないんで、8ヶ月後はどっか入学してると思う。高校生がしないことはもうさせません。だって簡単なんですから。いきますよ。2乗を外したら、こっち側にプラマイをつけたらいい。これがわざわざ M と置かないと絶対理解できないレベルじゃないと僕は信じてます。わかりますか。2乗を外した段階でこっちにプラマイルートをつけるわけよ。こうせない、理解できんちたらこうしてもいいけど、高校生がしないことは今からしない方がいい。こんくらい簡単なのは置き換えませんか。いいですね。大丈夫ですか。これでこいつをここに移行してください。
少しずつ高校生ということを自覚してくださいね。ですね。で、こうなんですよ。で、これで終わっちゃダメなんです。これで終わったらダメなんです。ほとんどの人は近畿受けると思いますけど、近畿の大きな特徴は、整数と分数の足し算がよく出るんです。いいですね。だからこれ、1分のと考えて通分したらいいね。2分の2したらいいね。はい、どうぞ、計算続けてください。足し算と引き算、頑張れ。2×2×ね。ただ2分の4と2分の3なので2分の7足したらね。ですか。今度は引き算はここがマイナスになるだけですから、2分の4引く2分の3なので2分の1ということになります。いいですか。理解できた人大丈夫ですか。いいですか。ありがとうございます。もう一回言うよ。2乗を消してこっちにプラマイをつけてください。今回はルートが外れるバージョンで2分の3になります。マイナス2をここに移行して、で、あとは足し算と引き算をしてください。整数プラス分数、整数マイナス分数は近畿でしょっちゅう出るので、慣れてたらいいです。ですね。大丈夫ですか？はい。ではですね、次いきます。こっから先は解の公式なんです。この公式です。解の公式ちょっと復習しましょうね。ax2+bx+c=0。ね。で、x を見つけるときに 2a分の -b。プラスマイナスルート b2+4ac なんですね。 2a分の -b+ルート b2+4ac です。いいですかね。でもこれ一回学校でも習って塾でももちろん教えたけどね、まあ夏季講座からの人は塾でこれは練習あんましたことないと思いますけど、で、あと数字を当てはめるだけなんですよ。これは本当数字を当てはめて練習するだけです。例えば、x2乗、教科書にあるのは、+9x+16=0。でっかいね、数が。でかっ。で、A って何かっていうと、この横についてる数字が A。A が1、B が9、C が6で、あ、16で、ごめんなさい。C が16。この前の符号から取ります。ね。で、ここに代入します。x=ですね。2A 分の A が1ですよ。マイナス B、プラスマイナスルート、b2+4ac。 とにかくきちんとそのまま abc 数字を当てはめて、あとは計算練習です。2学期はこの二次方程式からスタートするはずですの でその後2次関数というのを習いますからね。もう俺こう38年こういう仕事してますから、いっぺんにバーって全部教えて何回も繰り返すのが一番効果が上がるっていうのは分かってます。ゆっくりゆっくりやったらダメです。そういったね、だから今日二次方程式の大雑把なこうまとめをしたいと思います。ですか。で、来週の目標からきちんと、なんかね、学校のワークをしっかり持ってきてください。でいきますよ。2分の -9+-√81-9が81ね。64ですか。
81から60に引いてみましょう。17? でもここがどうしようもなかったらですね、どうしようもなかったらそのままです。どうしようもないとかそのままです。はい、できた人。ああ、もうバッチリです、バッチリです、ありがとうございます。ただちょっと注意して攻めいかんことがあるんですよ。ここの X の横よ、 X の横がですね、偶数の時例外なく約分できます。ここで A ルート B がまた出てくるわけです。ルートで、ルートってずっと引っ張るんですよ、この二次方程式のところまで。ルートで A ルート B の直し方をしっかり練習しとかないと、最後約分するときにその A ルート B を使いますですね。じゃあまたちょっと練習しますよ。いいですか、練習しましょう。いいですよ、公式ですね。ですね、ではではでは、約分できるやつがいいな。7番いきます。7番、2x2 乗はマイナス 4x プラス1。これね、ちょっと教科書の作り方に少し文句言いたいんだけど、どんな時解の公式で、どんな時因数分解で解けるんだけど、どんな時ですかってよく質問受けるんやけどね、まず因数分解できるかどうかを考えるんですよ。因数分解できるかどうか、で、できたらもちろん因数分解で解くんですけど、できないときに解の公式です。もうそれだけです。判断材料は因数分解できるかどうかです。できないとき解の公式を使ってください。ですね。それで、あとですね、もう一個ですね。ここに x2 乗の横に数字がついているとき、ですね、この時はほとんど解の公式だと思ってて、大体当たります。 x2 乗の横に1以外の数字、2とか3とかいろんなのがついてたら解の公式ですね。はい、じゃあどうぞ、まず途中までどうぞ解の公式練習しましょう。 2a 分のですね、 2a 分のマイナス2です。よく終わったっけですか、解の公式してくださいね。で、いくよ。これで一つ大事なのは、この B がマイナスなんね、今回。だからマイナス B の時、こうちゃんとプラスに直せるかどうかということと、直すね。プラスマイナスルート。16から8を引くので8なんですよ。はい、ここまでできた人。これでいいですか?大丈夫ですか?で、さっき言ったの覚えてます?さっき言ったのが。x の横よ。x2 乗やないよ。x の横が偶数の時、2c ローファー偶数の時、必ず約分できるんですよ。もうこれは必ずです。だから高校に入ったら解の公式2つ2種類習うんですよ。ここが偶数の時と偶数じゃない時、2種類習うんですよ。ですね。じゃあ行くよ。ルート8って何ルートなんですか?大丈夫ですか皆さん、大丈夫ですか。ルート8見て2ルート2っちももう秒殺ですよ。もう0コマ何秒でパッチ書き換えないと
ルート全然訓練できてないですね。もう超絶よく出るのってルート8とルート12です。少なくともこの2つには早く反応できる人かもなんです。これしょっちゅう出るんですですね、はい。で、さっき言ったようにちょっと下が後ろの人が見えにくいと思いますので、ちょっとここに書きますね。こうなりますよね。で、3つ約分できないと約分したらいけないってルールがあるんですよ。で、こいつは3つとも2で約分できますよね。3つとも2で約分できます。いいですか。はい、3つとも約分できますので、2分の2プラスマイナスルート2、これが最終的な答えになります。大丈夫ですか。せっかくここまで追い込んでも最後約分してなかったらダメだし、最悪こんな約分だけしないでください。こことここだけ約分とか絶対したらダメなんです。3つ割れないと約分したらダメなんです、このバージョン。ですか。だから絶対こことこだけラッキーとか言って約分したらダメですよ。ですね、注意しとってくださいね。じゃあ1台だけちょっと練習してもらって、もうちょっと先のパターンに行きたいと思いますが、ちょっと止めてよ、止めてよ、いくよ。あと1個解の公式の練習です。変数分解できなかったら解の公式です。これ因数分解できるな。高校生と因数分解できるな。中学生は難しかったね。まあ解の公式いってみましょう。どうぞ。頑張れ頑張れ。解の公式頑張れ。頑張って頑張って。上級なんで、計算する、計算する、ひたすら、ひたすら計算。計算練習でしょう。もうそれを計算するしかないですよ。2a 分の a ね、マイナス b、プラスマイナスルート、b2 乗マイナス 4ac。なりますって16か。で、今回はね、今回はここのルートが外れるんです。今回は外れます。これ一旦きちんと教えた後、高校生はどういった因数分解するかまで教えてきますですね。この中で過去とか目指している人は多分今もそのやり方を教えても大丈夫でしょうというか、その人はさっきやっとったらいいかもしれません。よその塾は多分教えると思いますので、俺、どっちかというと学校にきちんとこう合わせてやっていきたいタイプなんですけど、まあ今日はちょっとこれ、フライングして教えます。はい、いきますよ。6分のマイナス8、プラスマイナス4ですよね。ルート16は4です。
はい、じゃあ足し算したときと引き算したときでそれぞれ計算をしてください。一つはきれいに割り切れる、一つは、いや、分数になるかなと思います。いいですか、計算頑張れ、計算頑張って。一個一個ね、別に計算したり、一体丁寧に書くとこういうことでしょう。こっちプラス先しますか、割り切れる方からして、こんな形になります。とにかく足し算と引き算を別々に書いたらいいんじゃないですかね。大丈夫かな、頑張って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 。はい、じゃあいきますよ。こっちって上マイナス4ですよね。マイナス4ですよね。これで約分してマイナス6分の4なので、最終的にマイナス3分の2になります。一つはね。でこっち側は割り切れます。マイナス6分の12ですからマイナス2になります。割り切れます。はい、マイナス3分の2とマイナス2が答えになります。最終的にいいですかね。これと、あのね、気をつけなくちゃいけないのは、中間が結構早いんですよ。特に早くなりそうなのは、一中とか早くなりそうなので、日中も最近早いので、割とですね、群舞って言ったら語弊がありますけど、飯塚市からちょっと離れた地域の中学校は少し遅めなんですよ。で飯塚市内は結構最近早いので、ですね、市内のこう、町の中心地に近い中学校で早い、最近なんか知らん。あと3週間ぐらいで、今月の後半ぐらいでもう中間考査があると思うんですよ。もう今度の2学期がですね、内申書最後なので、もうそれ終わったら一切内申書の名の字も全く言いません。もう中間期末になっても言いません。3学期とかも0点取ってもいいぐらいしか言いません。3学期末しかないですね。関係ない。だからあと2回だけです。3年間中学校で中間期末をやってきましたけど、この2学期の中間期末が最後になるんで、ここでも本当にどれだけ取り組んだよね。数字をもずっと今まで2とかね、3でいったやつを4とか5に上げていってほしいなと思います。最後5を狙っていいんじゃないですかね。今まで1やったのが5っていう奇跡も起こる可能性あるんですよ。授業中の態度いい、提出物バッチリ、試験めちゃくちゃ良かった。言ったら5可能性ありますよ。はい。人間って変わるんです。変われるわけです。ね。で、その、中間考査の一番最初の数学は、二次方程式がメインになるでしょう。1学期あったじゃん。展開と因数分解があったやん。ね。で、2学期は2次方程式と2次関数が絡んでくるんですよ。ですね。だからまず2次方程式の計算練習をやりましょう。で、今日ここでこうやった分を、できたら家に帰ってワークでやってほしいです。ワークのところで2次方程式のところをやりよったらいいです。もう分かりきっちゃうやん。どうせワーク提出せないかんちゃん。さっさっさっさやればいいです。ですね。はい。なんかね、一番最悪なのは、範囲発表になってからするっていうのが一番最悪。最低の勉強の仕方。まだ範囲が発表になってないから分かりませんとか、バカなこと言うんですよね。今習ったとこするしかないでしょ。まあ、それを早くするかしないかだけで、早くした方がはるかに有利ってことは分かると思います。じゃあ、因数分解の方法いきます。2番。で、さっき言いました、因数分解による方法。これを先に教えてほしいんですけどね。なんででしょうね。因数分解による方法です。例えば、
ね。はい、もう全部プラスですから、プラスプラスでしょう。かけて12、足して7ですよ。かけて12、足して7。ですか？かけて12、足して7です。はい、何かけ何にするかですよね。大丈夫ね。ね、これ一番簡単よね。6に12はないよね。何ですか？ 3、4、12よね。3、4、12。これでいいです。で、因数分解やったらこれで終わりなんですけど、二次方程式は基本これなんですよ。A と B をかけて0になりました。じゃあ、A が0か B が0しかかけて0になることはありません。これが基本なんです。この考え方が基本ですよね。で、0以外かけて0になることはないわけでしょ。ないですよ。ということは、ここに掛け算が隠れているので、これが0になるか、これが0になるしかないよって話。0かけると0にならない。だから、符号が反対になってましたということをもう一回思い出してください。でこういうふうに、X の横に何もついてないときってとても簡単で、マイナス3とマイナス4。その理由は、X プラス3が0なので、こいつをこっちに移行するから符号が反対になる違いになります。ですね。大丈夫ですか？はい、因数分解をして00と置いて、まあぶっちゃけこういう簡単なバージョンは符号が反対になればいいってことです。二次方程式ですか？因数分解による方。ここは楽ですよ。ここはものすごく楽です、ね。ここはとっても楽です。いきますね。はい、バンバンやりましょう。バンバンやりましょう。2番。全部教科書やきね。教科書やき、どうせ教科書習うきね。今、教科書の最後のまとめをしてますからね。まず因数分解してください。3618がないよね。肉18の方よね。肉18大丈夫ですか？ですか？で、マイナスになるためには、プラスが2、マイナスが9だったらいいですけど、はい、因数分解できた人。大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。そしたら、因数分解できたら、もう本当に簡単なの。今ちょっと因数分解でつまずいちゃう人いますか？大丈夫ですか？符号を反対にすればいいですよ。はい、最後の答えまで OK だった人をどうぞ。いいですか？はい。因数分解ができたら、あと符号をプラスをマイナス、マイナスをプラスに変えるだけでいいわけですよ。いいですね。さあ、ちょっとずつ進化していきますからね。いいですか？消しますけどいいですか？ちょっと全員手上がってほしいので、あと1台ちょっとね、因数分解やりますからね。3番。そして4番は、ちょっと頭使ってもらう。何人ぐらい生き残れるか楽しい。3番は普通の因数分解です。で、4番は、はい、この2段にチャレンジしてください。二次方程式。教科書84ページ。まず因数分解しましょう。
頼むよ。これは全員できてほしい問題ですよ。みんなは力があるよ。なんだよこれでしょうね。本当に練習やけね。練習したらできるようになる。絶対練習したらできるようになります。いいですか？いきますよ。こっち左側からいきますよ。3721よね。4になるためにはね。で当然プラスが7でこっちが一旦3なんよね。そして答えは逆になります。マイナス7と3。入れ替えてみましょう。3とマイナス7でもちろんいいですよ。はい、できた人。マイナス7と3。いいですか？よっしゃ。これ来たんやない？これ来たんやない？ありがとうございます。さあ、問題はこれなんです。問題はこれです。これです。ですね。みっちゃん大丈夫かな？大丈夫かな？大丈夫ですか？一回できてますね。大丈夫ですね。はい、3、じゃあちょっと言わないけど、やり方当てないから、本当は当てないから安心して。いいですか？俺、とにかくみんなの理解度が知りたいと。ね。これ解き方、これでいいんじゃないかなーって大体わかる人。おー。はい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 、はい。圧倒的に一中の比率が高い。他の中学校も頑張ってください。いいですか？因数分解します。最悪なのは x で割ったりしないでください。ですか。書いちゃってね。それ x で割るなって書いてください。絶対割ったらダメですよ。これ。いいですか。基本はですね、二次方程式の基本は移項してイコールゼロにするんですよ。これを移項してイコールゼロにする。イコールゼロにするんです。こうしていいですかね。でこれ因数分解します。はい、どうぞ。ここから先もう一回考えてください。とにかく因数分解は移行してイコールゼロを作りますですね。いい、もう2学期最後やけね、内申書最後のチャンスですから、昨日の試験でもう切り替えてください。もう今まで副党を追いかけてきましたけど、ちょっと副党はしばらく。11月また試験あると思う。あと副党はですね、2回ほどありますかね。冬休み明けも別にして、あと2回あると思います。10月あるか、10、11あるかね。そして冬休み明け。3年生はナンバー4までありますから。いきます。X でくくりましょう。さあ、ここが問題なんですよ。さっき言ったこと覚えてます？掛け算がどこにあるか。ここにあるんです、掛け算。掛け算の前と掛け算の後ろで0って置くんです。さっき言ったでしょ？ A と B 掛けたとき、A が0だし、B が0ですよってことです。はい。だからこの問題、答えはですね、X が0というのが大事なんです。こいつを忘れないことです。はい。0と30できた人。お、すごいじゃん。すごいすごいすごい。今度日中も活躍しだした。よし。はい。いいですか？できなかった問題があります。ですね。授業中にもう一回即やるんですよ。今手上がってなかった人、これやったらもう一回横に書きますよ。もう一回。いいですか？さすがに単語は5回書けるけどね、このレベルの問題は5回は書けるけど、もう一回横に解き直すんですよ。で、今手上がった人たちに必死でついていくわけです。できてるやつに一生懸命ついていったら相当力つくんですよ。ですね。もう今で申し訳ないけど、差はついてるわけです。その差を埋めるのは授業中に埋めてほしいと思います。
ですね。だから練習はやっぱり上手な人とかできる人と練習しないとダメなんです。個別ってみんな憧れがあってね、2年生も個別に変わった人がいたりするんだけどさ、個別の唯一の欠点は他の人がいないわけ。俺やったらやっぱり練習するときは上手いやつを練習してそいつに何とか近づこうとして上手くなった記憶がある、ね、一人だけやったらどうなると思う？その人にどん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 降りてくるわけよ。先生が足が遅い人に、足が遅い人に合わせようとするダメです。俺らの長い間の経験、速い人と練習しないと速くならんとっちゃいいっすか。一人でやってもダメです、基本。俺はそう思ってるんです、ね、しかも高校に入っても集団授業なんで、集団の授業の中で自分を伸ばす力をつけた方がやっぱり大事なんです。高校が個別に変わられたらみんな個別の世代なんですよ。ですか？あくまでも学校は全部授業はまだ集団授業なんでね。ただ皆さんの子供の時代になると個別になってるでしょう。タブレットみたいなやつ、はい、で一人一人違うと思う。ただその時怖いことが起こるんですよ。できるやつはできるやつ、できないとできないやつで集められるはずです。そうなったら格差がつくんですよ。でこれが経済格差になるんです。差別の世界出てくると思います。あんまり個別にしすぎると。今でもちょびっとあるんですよ。高校は数学と英語は能力別クラスに分かれてます。だから数学と英語の授業時間になった時だけクラス移動します。 A グループ、B グループ、C グループ。だから例えば3組、4組、5組とかに外れてグループ分けになっちゃう。能力別編成なってます、はい、高校っても義務教育がないけどね、結構したいことがするんですよ。もう例えばもう近代福岡とか完全にクラスの名前聞いたら、あ、この人頭いい悪いとか分かるようになってるんで、スーパー特進なんでしょ。で特進も成績以上にクラス分けされてる。怖いね。成績ばっかりでこうあの人をね、あのなんか頭いいねとかバカにしたいとかせんでくださいよ。しょうがない。はい、じゃあその次いきます。ですね、ちょっと皆さんに考えてほしい問題、工夫して計算しようみたいなね。いろいろな二次方程式っていうのが3番です。でも全然いろいろないです。ちょっと頭使った当たり前のことがですね、なんかそれを教えないかんことがちょっと俺たちも大変なんですけど、いろいろな二次方程式、まずずっとこれも教科書84ページの復習です。いろいろな二次方程式です。例えばですね、ちょっと簡単な2番の問題、はい、どうしたらいいですか？問題ですね、待ってね、問題ですね。いろいろな二次方程式、どうしたらいいでしょう。モデル移した？まずモデル移した？ひかるちゃん、ひかるちゃん、ちんちゃんでした。なんか、待てよ。はい、ですか。まず括弧を外すっていうこと。でこれもさっき言ったように習ってないで済ませんでください。自分の力で括弧外してください。基本はこれをこっちに移行してイコール0にするしかないんです。二次方程式はイコール0を作るんです。いいですか。二次方程式の基本はイコール0の形にするんですよ。だから括弧を外してこいつをこっちに持っていく、誰も教えませんけど常識です。当たり前のことです。いいですか。
習わなできんちゅうのはやばいです。ですね。はい、行きましょうか。外した？角外してこっち持っていった？持っていってまとめてください。まとめた？大丈夫。行きますよ。x2 乗。で、このほら、ここは xx で揃っちゃったら、足し算と掛け算したよね。覚えてますか？これ1個ずつ分配せんでくださいよ。ここが同じときは、足し算してプラス 3x。かけてマイナス4。OK ですか？そしてマイナス 3x イコール0。ですね。だからこれが消えてくれて、なんと x2 乗マイナス4が0なので、ここで安心してこいつをこっちに移行します。ここから先はさっきしたやつの人ですね。括弧があったら括弧を外して、こっちに何かあったら向こうに持って行って、イコール0にすればいい。いいですか？全然もう、ここ本当満点取ってくださいよ。二次方程式の計算は。いいですか？じゃあね。あと一台行こう。格好があるやつ行こうか。ね。ですね。どこでもいいね。じゃあ3番行こうかな。あ、ちなみに X はもちろんプラマイ2が正解です。これ今日授業一番最初にしたことですね。プラマイ2。いいですか？はい。もう二次方程式はみんなプロに育てますからね。プロにしますから、二次方程式はバッチリ自信があると。いうふうにして中間交差をね、高得点を取ってください。3番。頑張って。2x、2乗プラス9かな？かな？はい、ちょっと自分で思った通り好きにしてください。どうぞ、好きにしてください。行きます。まず括弧を外しましょうね。足し算と掛け算ですね。はい、括弧を外しましょう。で、ここでちょっと頭使ってほしいんですよ。確かにこれをこっち側に持っていってもいいんです。仮にマイナスになるなっていうことを分かってほしいです。いいですね。まあ、ちょっとやってますね。こっちに持っていった人だから頭をね、柔らかくしてほしいんですよ。確かにいつも正直にね、まっすぐなのも大事なんですけど、 7x-6 一応こっち側にした人、ここまでした人どうですか？見ますか。はい、ありがとうございます。で、こっちでした人はこれ全部マイナスをかけて、ここをプラスにしないといけないんです。
ね。マイナスをかけて符号を変えるか、これを全部こっちに移行すると考えるか、どっちでもいいです。ですか？マイナスをかけてください。そしたら、こうなりますから、これ因数分解ができますよ。いいですね。OK ですか？よくこうマイナスになったらそこで止まってしまう人いるわけよ。その人はとにかく全部符号を変えるとかね、自分でちゃんとノートを変えておくんです。ここからここが大事なんですよ。符号を変えるとか、マイナス1をかけるとか。もう世界で一つしかないノートを作ると、とにかくですね。自分ができないのはどこが原因かっていうのをちゃんと考えてほしいなと思います。さらにもうちょっと頭を柔らかくしてほしいと思うのは、いつもこっちにばっかり移行じゃなくて、これをこっちに移行することもあるよぐらいの柔らかい頭を持ってほしい。俺はこっちに移行するの。マイナスが嫌や。いいですか？どっちに移行してもいいわけよ。もちろん。いいですか？だから例えばこっち側に移行する。まあこれマイナスかけてもいいんだけど、当たり前いいんですけど、別にこういうやり方だってありですよっていうことです。で、そしたら一発でここを出てくるわけです。こっちに移行した人は、この一行がいらない。ということになるんです。はい。それぐらいは想像できますのでね。いいですか？常に頭を使う。常に頭を使う。いいですか？で、ここまで来たら、もうこっちでもいいね。因数分解します。マイナス1とマイナス6で、で、x は1と6ですよっていうのは答えになります。ですね。括弧があったら括弧を外しましょうということです。ですか？もうそれは言われなくても、括弧をついたままで問題解けないですから。括弧外すしかないわけですよ。ですね。大丈夫ですか？ですか？はい、ということでした。ね。じゃあ、消しますけどいいですか。大体そこまで分かりました。でも本当にワークをしよってください。ね、木曜日ちょっと皆さんアンケート取る気ね。ここでちょうどその話になったんで話をしますけど、正直に、この前手紙を皆さんのお家の方にね、預けました。ちょっと封筒を渡し忘れて申し訳なかったですけど。木曜日の授業の時に、休んでたよね。渡さないか。はい。こういうやつをですね、こういうやつをお家の人に渡してくださいってこう言って、渡したんですよ。はい、お家の人に渡した人はどんくらいいますか？ありがとうございます。ありがとうございます。はい。渡してない人は、お家の人に必ず渡しておいてください。いいですね。それと、あとでちょっと出席簿と一緒に、日曜日を受ける人どんくらいいるかっていうのを、ちょっと、それを見せとかんとね、お金が絡んでやったら絶対全員受けれって言いたいんですけど、お金かかることなんで、お家の人にちゃんと相談してほしいんですけど、明日の日曜日、受ける人どれぐらいいますか？日曜日受ける人、週3回にする人。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。はい。わかりました。今日ちょっと休みが多いんでね、ちょっとそこも心配なんですけど。手紙、その文章に書いてたように、日曜日はですね、まずは、福岡県の公立高校の入試問題の勉強をします。まあ、県模試の練習をします。で、期末が終わった段階で、バッと近畿に切り替えます。前は近畿と飯塚高校をやってましたけど、飯塚高校はですね、実はする必要がないんです。飯塚高校は福岡県の入試とそっくり作ってくるんですよ。だから、県模試の勉強とか、福岡県の過去問の勉強をしていたら、もうそれで十分です。特待取れます。飯塚高校を受けるなら特待取らんと意味がないです。はい。ですね。特待取れますから。で、今度ちょっといい子の説明会がね、23日あるんで学校に行ってきますけど、
学校じゃなかった、別のところであるんですけど、今年以降ですね、留学に力入れてるって言ってました。はい、さっきもちょっと高校1年生が3人来てくれて、加穂と志向館と E 校の3人、学校バラバラですけど、中学校の時からずっと仲が良くてですね、稲中出身の3人女の子が遊びに来てくれて、今日東の体育祭があるようにね、東の体育祭の帰りに寄ってくれたんですけど、そのうちの1人が飯塚高校、最初は東って寄ったんですよ。で、途中で飯塚高校の一塁ですね、直進の一塁ということで変えたんですけど、それを特待が取れた件変えたんですよね。で、特待が取れたらもう3年間無料ですからね、すごい、もう全然お金がいりませんので、で、つきっきりです。あそこ、そこがいい子のいいところ、一塁は 7,8 人しかいませんので、一クラス先生、家庭教師みたいな感じです。はい、だからそういう方法もあるんですね。学校の名前だけじゃなくて、いろんな中身をこうちゃんとしっかり考えて、進路を考えてくださいということもあります。ですか？はい。東行ったらそこまで面倒見てくれんやろと思って、本人を選んだということを言ってます。はい。では、ですね。とにかく木曜日にワークを持ってきてもらって、してほしいんですけれど、忘れないように。とにかく忘れないことですね。プリント類とか、あれですね。そこなんですよ。それを成長しないといけないです。もうとにかく言われたことをビシ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 片付けていきましょう。だから、例えば今日心配なのは7時に来る人おるじゃないかなって心配なんですけど、間違えて。から、ちゃんと授業中に口頭でも言いましたし、休んでる人に俺メール送ったっちゃうね。そこでメールも繋がっちゃってほしいわけですよ。ね、タブレットの人もちょっとできるようにしてほしいなと思いますので、例えば特に今台風来てるじゃないですか、休校のお知らせとか一括で送りたいんですよ。はい、もう今そういう時代ですからですね、ちゃんと学校からもこうお知らせがパッとメールで届いたりする時代なので、よろしくお願いします。じゃあね、次はですね、英語って大体レッスンどこまで行ってましたっけ、覚えちゃおう。レッスン3、期末の範囲覚えちゃおうかね。3まで行ったよね。3まで行ったよね。じゃあ先生、レッスン4の話をしたいと。ここはですね、ちょっと、今日、欠席が多いんで、CD はね、今度聞くことにしたいと思います。これ、ブータンの話なんですけど、もう教科書が変わる前からブータンの話が載ってまして、日本人がブータンに行ってね、で農業指導して、でブータンでこうすごいこう称号をもらったんですね、サーの称号をもらいました。国王からこう表彰されたですね。ブータンって確か一番なんか国民が幸せ度を感じてるパーセントが高い国はなかったですか。国民がみんな幸せだと思ってる国です。ブータンの国王が日本に来たことがありましたよね、来られたこと、はい。日本とブータンってね、結構あれなんですよ。インドの隣、インドと中国の間にある国、ブータン、小さな国です。じゃあ、これちょっと皆さんに、コピーしてお渡ししますんで、一旦ここでちょっと休憩を取りますからですね。休憩取って、その間僕コピーして用意しておきますから、英語の練習をしましょう。はい、じゃあ一旦ここで休憩をします。終わります。はい、せい。はい、そしたら。